潮目は魚とロマンの集まる場所。ダイナミックに操れ、ひざくら。おはようございます。おはようございます。エギボーブランドビルダーの青木大輔です。ひざくらスタッフの高波です。今回は平戸沖にやってまいりました。デイのイカメタルです。今回ね、期待の製品を皆さんにご紹介したくて、ご紹介したくて、お待たせしました。この平戸沖にやってきたんですよ。こちらヤリボトマ、今までの取材で数々のね実績を上げてきたんですよ。今シーズンのねイカの状況を占う上でもちょっと頑張っていきたいと思いますの です、ね。はい、皆さん微笑ましく見ていただけたらなと思っております。それでは頑張りますよ。頑張るぞ頑張るぞ。ポイントにつきました。水深が62メーターです。で、とりあえずドテラ流しで、流していきます。で、使うのはヤリボトマ、これは20号かな、20号の赤黄色。それから上のドロッパーの方はマオブラック、105ミリをつけてます。ちょっと朝一はちょっと強めの色でちょっと攻めてみて反応を見てみたいと思います。さあ。今シーズン第1投目、さあ行きます。頼むぞ。で、下にまあ赤黄色、そして上に黒、まあシルエットの全然違う色を入れてみて、まあ明るい色に来るのか、それとも暗い色に来るのか、そういうのもカラーを変えると探れるんで、自分は結構そういう使い方をやります。私は上が今期に発売です、エギボーヤリドロッパー、キーブのスリムの赤緑ですね。で、下のボトマーの方が 120g の赤白を使ってやっていきたいと思います。ではライトを置きます。釣り方はですね、まず底を取ります。デイのイカメタルは必ず底を取ってください。なぜならイカはボトムにいます。底を取ったらなるべくそこから離れないように、だいたいイメージ的にはそこから5メートル、個人的には3メートル以内を狙います。そこに着いたら1回2回しゃくってこうやって待つ。で、この待つ時間は、まあ、その日によって変えてもいいと思います。だいたい5秒から10秒待って、当たりがなければこっからしゃくってしまうとそこから離れてしまうので、自分の場合は底を取ったら1回2回しゃくってポーズします。その後誘いとしてはもうリールを巻かずにしゃくってテンションを感じながらこう落としていって待つ。当たればですね、竿先が引き込まれたりとかふわっと軽くなったりとかします。そういうのを感じたら合わせる。もうとにかく竿先が波で揺れたのか、もしくは当たりなのかわからないという時があります。怪しければ必ず合わせる。とりあえずそこを取って1回2回しゃくって待つ。これを繰り返してもらえばイカは釣れるんで、皆さんもやってみてください。ちょっとね、ポイント移動したんですけど、先ほどよりも流れてます。おっしゃ、ボトム取ったよ。ボトム取ったらしゃくる。で、1回目の落としっていうのは糸がたるんでるんですよね。なので1回大きくしゃくった方がいいですね。海中でこう糸がたるんでるとあまり当たりが明確に出ません。なので
1回目のボトムを取ったら大きくしゃくってもう一回落とし直す。これをやれば一旦緩んだたるんだ糸がピッとまっすぐなります。でこの状態にすれば当たりが明確に出やすいので、特に1投目ってよく釣れるので、まあ、これをちょっと気をつけてもらうだけでも超過アップすると思います。お、今の当たりっぽいけどな。合わせはねバンバン入れた方がいいです。なぜならこの合わせが誘いにもなるんですよ。イカの場合は釣れる人ってやっぱ竿が動いてるんですよね、何かしら。おもり具やってみようかなと。潮が流れてるんで、今回出る新製品が、まあ、ちょっと浮力が抑えられたタイプなので、ちょっとおもり具で使ってもね、あの底付近をこう漂わせる、沈まずに漂わせることができるんで、こちらエディボー90スリムです。おもり具っていうのは基本的にエギを使います。エギを使った場合はこの水平姿勢からこう沈んでいくんですけども、浮き捨てなので水平姿勢を保ったまま漂うことができる。ボトム付近を長い時間アピールできるので、こういうちょっと渋い状況に対応できるかなと思って、ちょっと今私思いついたんでやってみたいと思います。釣りは答え合わせの連続です。さあやってみよう。浮き捨ての重り具結構軽いかな。基本的には重り具っていうのは誘い方は一緒です。底取ってしゃくって待つ。でこの待ってる時に後ろの捨てがしゃくり上げられてふわふわ動いた後に水平姿勢を保ってくれる。でエギではないので浮き捨てなので沈むことはないです。ボトム付近で水平もしくはちょっと上向きでこういう感じで誘ってくれる。基本的に使い方は一緒ですね。重り具の方がサイズは出やすいんですよね。底付近を攻めれるし、なおかつまあ普通はエギ使うので、エギの時ってサイズがでかいんですよ、釣れるイカのサイズが。いや通常のイカメタルに変えてます。で水深が63m、ちょっと浅くなりました。で潮目の走ってるポイントです。で潮目にはイカがねたまることがあるんで、チャンスかもしれないですよ。でいろんなことを試して正解を探して釣果に導いていきたいと思います。さあこの潮目に魚イカがいることを信じて、あ、いやいますよ。乗ってる。いや乗ってない。乗ってないね。お、ちょっと来たかもよ。来たっぽいよ。来たっぽい、うん、でもちょっとちっちゃいです。最初ね当たってね抜けたんですよ。で落とし直したらフォールで抱いてきて、さあ小さいけど今日の一杯目来ました。じゃじゃーん、おめでとうございます。おーさあ剣先上がりました。まあ先ほどフォールさせて、一回しゃくって当たりがあったんですね。で当たって乗らなかったんです。でもう一回落とし直したらフォールで抱いてました。エギボーは赤緑、サイズは105ミリ、ボトマは赤黄色の、サイズはね100ですね。でこの度まあ木桜からね、イカメタルの仕掛けも出てます。でサイズが3号と4号、
それからゆる塩に向く仕掛けと早い塩に向く仕掛け、それぞれちょっと枝数の長さとか仕掛けの全長が変わってますんで、まあその時々タイミングに応じてね使い分けてもらえばと思います。あのエステルの仕掛けなのですごく張りがあります。細かい当たりもね竿先によく出るんで、すごい感度がいい仕掛けになってるんで、ぜひ使ってみてください。さあ、潮目のど真ん中にやってまいりましたよ。潮目は魚とロマンの集まる場所、釣り人のパラダイスです。潮目は魚とロマンの集まる場所、釣り人のパラダイスです。きっとね、イカはいると思うんですよね、この潮目の中で。お、マジか。いやー、もうやっぱり潮目はロマンと魚の集まる場所、釣り人のパラダイスですよ。よーし、ナイス剣先。おー、食らった。はいよ。はい、釣れた。では同じですね、赤緑の105。おお、スプラッシュ、気持ちいい。釣らないとこのねシャワー浴びれないんで、美味しそう。食べ頃サイズが釣れますよ。奥さん、はい、潮目が味方をしてくれないんですけどどうやって釣ったらいいですか。潮目をまずね味方につけるというのは大事なんですけど、はい、ボトムからやっぱり離したくないんで、はい、普段2回しゃくる3回しゃくるところを、はい、もうずっと1段でしゃくってました。期待のエギ棒に新サイズが登場しました。はい、そうなんです、はいはい、その名もエギ棒ヤリドロッパー90のスリムと75のふっくらしたタイプとスリムの3種類が今回追加になります。はい、小さなサイズになったんですけど、決して小さなイカを狙いに行くんじゃなくて、その場に応じた、吸ってのローテーションでより大きなイカ、そしてたくさんのイカをかけられるように、設計しました。カラーラインナップはシルエットカラーが6色、そしてこちらの白ベースのカラーがゲームラボディ、グローボディで各5色ずつの展開となっております。続きましてはエギボーヤリボトマーです。数々のね、はい、たくさんのイカを釣ってきたボトマーですけども、サイズ感どうですか。そうですね、一応まあ浅棚とかの潮が緩いときは 80g、そして水深があるところだったり急流のところ潮が行くところでは 150g といった4展開サイズ展開させてもらってます。そしてカラーは赤白、赤緑、赤黄色の3色といったシンプルに使っていただけるようなラインナップになってます。アイが上向きなのでしゃくった時により水平になるように設計されてます。イカの抱く水平姿勢を保てますので、ぜひこちらの方も使ってみてください。さあ、続きましてはエギ棒イカメタルリーダーです。こちらのリーダーはエステルで作ってます。フロロやナイロンよりも感度がいいので、より繊細な当たりが竿先に伝わると思います。こちらのリーダーの種類なんですけれども、早い潮であったり遅い潮であったり、あとは大物狙いであったり、あとは今流行りのおもり具の仕掛けですね。その辺は10種類ご用意させてもらってます。こちらがですね、フリサマリンの日焼け止めスプレーですね。スプレー至って簡単、塗りたいところにシュッと、おこんな感じでかけていただくと、わかります、ちゃんと白くなってる、はい、おすごい。なのでちょっと塗りにくい場所じゃないですか、こういうところ、うんうんうん、そういうところにこうシュッとしてあげるだけで手軽対策できますので、こちらのスプレー顔とかもいけるんですか。もちろんいけます。でさらに、うん、リップタイプですね。特に焼きたくないところはこういった感じで塗り塗りしてあげると、重点的に日焼けの防御で、特にこの鼻とか耳とかですね、うん、このスティックタイプの日焼け止めなんですけど、こちらがホワイト、そしてこちらがなんとクリアタイプ。あ、はい、目立たない。そうなんですよ、どうしても白くなってしまって白塗り、うん、塗った後とか気になる方いらっしゃると思うんですけど、それも気にならないこの無色透明、こういったタイプもございますので、全然気にせずに使っていただいて、うん、はい、ぜひこちら2種類ですねありますので、スティックタイプ、うん、結構強力なんですよ、はいはい、
でなかなか取れにくいので専用のシートですね。結構大判なので結構いろんなところ、結構塗ったとこ全身取れるような、そういったシートになってます。でこれでこう取ってあげると綺麗に落ちると。あ、本当だ、はい、すごい。ぜひこちらもスティックと合わせて使っていただければと思いますのでよろしくお願いします。ちょっと気分転換にティップランやってみたいと思います。でアオリイカもちろんね今最盛期なんででかいのが出ると思うんで使ってるエギはエギボーアオリ TR のナイトパンサーです。でティップランのやり方としては底を取ってから船長の指示では3回以内って言ってましたね。3回以内、しゃくりは3回以内で、その後この3回以内でポーズ、これで当たりを待ちます。おっしゃー、来たー、気持ちいい、絶対気持ちいい、ポンと当たりましたよ。さすが、あおり大輔。あおり大輔、いいですね。 おい、まずまずです。おいしょ、おい、はいはい、あ、後ろからでかいのついてきた、でかい、高波君、あれ、あれ、あれでかい、あれでかい、ここでいいですか、違う、だー、追いかけてきた、それでかいよ、ステイステイステイ、そのまま、よいしょ、ダイダ、よっしゃー、ダブリストゴッツァンゴール、そっちまあまああるよ、これなかなかっすね、うん、しっかり隅を果たして、わしのはもう救いましょうか、はい、でかでかいでかい、おこぼれ頂戴します。おこぼれ大作戦、おこぼれ、イエーイ、おこぼれ、エギボープラザーズ、ありがとうございます。さあ連携プレー出ましたね出ましたね、はい、ありがとうございます。先に私がかけて、はい、その後こいつがね後ろ追っかけてきたんですよ。でかい、キロ半ぐらいあるんじゃないですか、自己最高記録ですよね。え、どんくらいだろう、ちょっと測ってみたいですよね。ですね、はい、いやエギボーブラザーズだからこそできる、そうそうそう、1本じゃ2杯取れないまあこれもね醍醐味ですね。そうですね、はい、ありがとうございます。またガンガン狙っていきましょう。やっぱカラーはおなじみ2人ともナイトパンサーでございます。ありがとうございます。ちょっと気分転換にティップラインやろうよって話で、そうですね、やってみたら大正解、大正解。やっぱね春はこうやっていろんなイカ楽しめるんで、そうですね、やっぱ皆さん海に出てね、はい、こうやって楽しんでいただきたいと思います。まあイカメタルもこれから良くなりますし、アオリはもちろん今最盛期、ぜひね皆さん海に出てエギボアオリ TR もしくはね、はい、イカメタルの方もやってみてはいかがでしょうか、はい、絶対ね皆さんの超過につながると思いますんで、はい、ぜひやってみてください。さっきは船長が言った通り、やっぱり3回しゃくってしゃくった後のポーズ、もうすぐ当たりが出ました。ただし当たりやっぱりちっちゃかったです。で自分が釣ったのがメスだったんですけど、その後ろにね大きな 1.5 キロのオスが追っかけてきたんで、すかさずねエギを投げてもらってゲットしていただきました。春はペアリングしてることが多いので、まあ、ゆっくり巻いてくればね片方のメス、オスどっちかがね追っかけてきます。そこを取ってしゃくります。穂先をねすぐ止める、しゃくることによってこう上がっていきます。上がっていって穂先を安定させないとエギが上がった後こう頭をお辞儀しちゃうんですよ。このお辞儀で追っかけてきたイカがやめちゃうことが結構あります。ということで
ティップランド液です。で、3.5 個 30g に、7g の進化をつけてます。この度、エギボーから新しくマスクド進化が出ました。こうやってね、進化を追加することで深い場所とか潮の流れの速い場所なんかにも対応することができます。こちらが皆さんお待ちかねエギボーマスクド進化です。こちらもお待たせしました。お待たせしました。やっぱりねティップランにはこのマスク進化、ね、はい、一切でも欠かせない。一応重さがですね 7g、10g、15g、20g の4脚で、カラーが4色ですね。じゃあブラック、グロー、パープル、オレンジといった4色、計16規格となっております。これをはめることによっていきなり当たりが出るということもよくありますので、ぜひね、こちら専用設計になってますので、ぜひ使ってみてください。できた。お、いいね。久しぶりにシェイクしてみました。シェイクできた。はい、ボトム落としてシェイクしてステイでトンって感じ。でも大きいですよ。はい、お、ダブリー、ダブルや。実はついてない、ついてきてるっていう。ふぅーふぅーふぅーふぅほほほ、ダブル大きくはないけどいい感じですね。ダブルで来ました。こっち鉛の方が 180g の赤白で、こっちのスペの方が先ほどと同じエギボーの90のスリムの赤緑になります。これもボトムでステイしてた時にトンと当たってきたような当たり方でした。ボトムべったりになっちゃうんですかね。やっぱおかうわちょっと待ってください。今のドヤ顔ボトムべったりです。すごいドヤ顔してましたよ今。青木さんの方向いてずっと俺こっち向いてますから。今のは落とし直してボトムでトーンでしたね。よかったね。いや程よい、こう当たりは分かった。当たり分かったです。あ、もうそれが一番楽しいですよね。程よいサイズです。下ボトマー、お、危ない。でかいでかい。やばいやばい。触腕一本やったらこうでかさもなんかそうなんですよ、ちょっと重く感じるから、はい、取れるなよ。しかも新製品のボトマーに、ボトマー、ボトマー当たり出したですね。エギボーのボトマーは 120g の赤白ですね。はい、これも、何回か誘ってボトムを取り直して着底と同時にトンって当たってきたような感じです。おっしゃ、あ、来たかも。よし、マジ？もう渋い。結構当たりありました。いやもう渋い、チュンチュンっていう、なんかツンツンじゃないですよ、チュンチュンですよ。チュンぐらい。いやなかなかね渋いです今日は。渋い当たりをコツ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 かけて、おお、よいしょ、ちっちゃいけどなんとか、はい。はい、ようやくね釣れたんですけど、もうこの流しから、今回新製品のねスリムタイプを使ってみました。まあ今までエギボーはね、2サイズあったんですけど、スリムに変えたりとか太めに変えたりとか、いろんなローテーションができるようになったんで、ぜひ皆さんもねこうやって試していただきたいと思います。これであなたの今年のイカメタルの超過上がると思います。来ました？来たかも。もうね、触腕一本です。触腕一本です。ビヨーン伸びてる。おー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 、切れる切れる。おーおー、おーい、よいしょ、
イエーイ、ナイス。パターン掴んだかも。大きめのしゃくりと小さい捨て、これがねうまくリアクションで食ってきてますね。今のところ上がってきます。あれそうで、まあまあさっきよりね、やっぱりいきますよ、せーの、ドドーン、ふぅー。では同じく赤緑スリムタイプです。大きめのしゃくりで、誘ってます。まあリアクション的にイカが抱くようにですね。でさっきのも来た来た、ボトム取ってすぐに来ました。来た来た、ついに来た。これもちょっと同じぐらいはないぐらいですね。おお来ましたねそうですね、青木さんの真似をして、真似をして結構大きめのしゃくりでトンって、落ち着いた時にトンって乗ってくるような、そんな当たり方でした。いやもう本当そこから5メートルぐらいのところですね。おお、でかいでかい、でかい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 、これはいいやつ。慎重に、慎重に、でかい、おおでかい、これはでかい、さすがやる男ダダーン、やりました、やりましたね。えやっぱ効きますね、90スリム。そうですね、赤緑、はい、どうやって釣ったんですか。いやもう同じくボトムから、はい、結構大きめのしゃくりで、やっぱり大きめのしゃくり、はい、でちょっと巻きつつまた大きなしゃくり入れて、うん、止まったところでドンって感じ。でかいじゃないですか、はい、ありがとうございます。よかったね、青木さんのご指導のおかげで。よかったパターン掴んだもんね。そうですね、ようやく、やっぱりようやく苦戦しましたけど、うん、いや良かったですね。良かったです、まあ、シーズン序盤ということですごくやっぱり渋かったですよね。そうですね、今日は苦しんで苦しんで、でっかいホームランですよ、うん、もう俺のもでかいはずなんですけど、これ釣られたらもうね今日やっぱ最後の最後持っていってくれましたよ。もう上手に来てくれました ね。どうでした最後、今年の。いやいいんじゃないですか、初戦のイカメタルは苦しみながらも結果が出せると、ね、苦しみながらもこのでかいイカ釣れますんでね、はい、ぜひもう皆さんもデイのイカメタル楽しんでね、はい、見てほしいですね、はい、もうこれを私は帰ってから刺身にして食べるだけとなりましたもうあとは皆さんがこのエギボを使って釣っていただくだけでございます、はい、皆さんぜひ海に行ってでかい剣先狙ってみてはいかがでしょうか。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ダイナミックに操る